帰る準備をした巫女姫がみんなにに丁寧に挨拶するお,お疲れ様です。女子学生ずっとビビりまくってんだよな。<laughs> 朝もそうだったけどさ。さよならでもみんなの反応はどこか硬い。一歩引いてるというか。まあ、やっぱここら辺、千連万家も同様だったけど、ちょっと格上の人間というか、天皇陛下みたいな天上人のごとく扱ってるんだね。ま、千連万家の吉野にはマコという素晴らしいパートナーがいたけど、な、なんでみんなあんな態度なんだわからないことは、早速できた友人たちに聞いてみる。態度って巫女姫にっててことそそうそう のお嬢様だからなあじゃあ神社結構強いんだ田舎の神社って強いよねなんか知らんけど真面目な優等生で礼儀正しく丁寧な物腰おまけにこの辺じゃ知らない人はいない高谷城神社の姫様とくれば当然じゃないかなあやっぱ天皇陛下ルートなんだ <laughs> そんなルートはないか背負ってるものが俺たちとは違いすぎるわな高谷城神社は何を背負ってるの神様とかじゃないの <laughs> だとしたらレベル違いすぎるわなそうそうだから敬遠するんだろなるほどそれはわからないでもないし俺以上にここで 暮らしててる人は一歩引いちゃうってことなんだろうなさあこここでで下界からやってきた主人公の出番ですよ <laughs> こういうところありがたいね。おあつらい向きの属性を兼ね備えてるっていうか。でも、子供と笑っていたあの子、あの笑顔を見てるせいで、彼女の硬い表情が引っか,かかっちゃうのかな。学園を出て、夕暮れ時の街を歩いていく。行く先は山の内そうか。それともって感じかなこれは。積極的にフラグ立てていこうな主人公。体験版だから。巻きで。巻きでお願いします。おー、新しい背景というか街並み。こういう洋風チックなところもあるんだね。この辺では、この商店街で買い物をする人が多いんだろう。賑わいを見せている。 買い物の呼び込みをしている店を見ると少し昔に迷い込んだ気にもなってくる商店街を抜けると温泉街が続いているやっぱこっちだよなアマカノの公式舞台ここがいいなここでイチャコラあれこれやりたいところですな平日ということもあって人はまばら歩いてる人に高齢の人が多いのは当時客だろうかゆっくり歩く人たちを見てるとなんだかこっちも時間がゆっくりになった気になる あつけ加えるようにね。ちょっとさすがに3度目の正直で名前知りたいね。そんなのんびりした温泉街に響く声、元気いっぱいで夕方にはそぐわないが、ハキハキした声は心地よい。あ、どうですかお客さん。今ならタイムサービス、お安くしておきますよ。やっぱこっちの衣装可愛いな。でしかも全然気づかなかったけど、ミニスカじゃん。めっちゃ可愛いじゃん。和菓子がいっぱいに詰まった。重箱片手にウィンクするのは、休時服姿の女の子。入れにぶつかってきた子だ。よく会うな。いや、俺は。あ<ー>、はい。昨日のお昼ご 昨日のお昼ご飯の人は混ざってるな <laughs>。お前、記憶力悪いだろ。いろいろ混ざって時系列は変わってるよ。<laughs> そうでした。思わずツッ込みを入れたけど、女の子は特に新鮮ならしい。 おかげでお昼ご飯を美味しく食べられましたからそれならお昼ご飯の人ですね自己紹介し合おうよ <laughs> やだよお昼ご飯の人とか言われるの何かが間違ってる気がするがまあいいやまあまんじゅうありがとうなうまかったよこの店のまんじゅうそうですよここは私の実家なんですなるほど看板娘ってことか <laughs> そう言われると照れちゃいますけど でも、そんな感じですよね。看板娘という肩書きにそぐわない、活発な笑顔を浮かべるよね、この子。こういう茶屋の娘さんやっぱ可愛いよな。えへへと笑う女の子。表情がコロコロ変わる子だ。あ、いけない。名乗り忘れてましたね。お昼ごはんさん。おい。<laughs> 自己紹介の流れ作り出してくれたのは嬉しいけど、さすがに文句を言いたい。俺食われるのか <laughs> 私、星川小春って言います。学園の一年で、お客さんは二年小春っていうのか、だから小春日和なのか、店の名前が、なんか行きだね。娘さんの名前を天名にするなんて、きっといいご両親に育てられたんだろうな、小春は。あ,あ、二年の須賀川ワユだ。よろしくな。はい、よろしくお願いします。元気いっぱいに挨拶された。小春ってことは、小春日和 <laughs> はい。 私が生まれた時にこのお店を建てたからお父さんがつけてくれたんです。素敵や。<laughs> 朝水きに店名を教えてもらった時も素敵だなと思ったけど、由来を知るとさらに素敵さ加減が増すね。えー、それじゃあ姉妹みたいなもんか。捉え方独特。<laughs> <laughs> まあ、そういう言い方もできるか。はい、あたしの妹ですね。そう言うと、重箱をぐいっと見せつけてくる。そんなわけで、うちの妹の自慢のお菓子、いりませんか商売上手だな。<laughs> そんなわけでの流れがすごい秀逸。と、突然だな。突然も何も。 今、お菓子売るために外出てますからね。ごもっとも。今の時期ってクリスマス前じゃないですか。だから、洋菓子は売れても、和菓子ってなかなかで。あー、中秋の名月も過ぎちゃった後だと、結構和菓子の出る幕しばらくないよな。もう次和菓子ってなると、いつだろう。春の彼岸までないか。いちご大福とか、クリスマスらしいと思うんですけどね。ホイップ入れてますし。いちご大福にホイップ入れてるんだ。なんかやっぱり、洗練番かもそうだったけど、和菓子店の工夫的なものが知れていいね。でも俺、あんまり和菓子食べないし。そんな 空の下一生懸命打てる後輩を本当かわいいな、この子 <laughs>。表情のパターン豊かで好きだわ。むぅ。確かに寒くなってきた夕方なのに、この子は給時服だけ。それにまんじゅうも曲がったしな。それじゃその1ご大福1、4つもらっていいか。あふたおっぱら。土産にするから、包んでもらえるかはーい。それじゃあ、包んでうん、600円ですね。ということで、お金を渡すとあ。あちょっと待っててくださいね。おっと、オプションですかもしかして。4つ買ったお客様に特別サービス、買い釣り1回ご提供みたいな